この辺りが詳しく書いてそうかな。青木亮、現都知事42歳。やっぱり年も若と同じだ。そう焦んないでよ、ただの他人の空似かもよ。20歳を過ぎて引きこもりだった青木は、ある時一年発起してアメリカへ。政治経済を勉強する傍ら、盟友となった小笠原はじめと共にハーバードを卒業後帰国。その年ブリーチジャパンを設立か。小笠原もその頃はまともな人間だったのかな。まあ連中昔から主張だけは正論だったぜ。若者が世のグレーゾーンに切り込んでく様が瞬く間に全国で支持を集めたんだよな。青木亮もテレビや雑誌にバンバン出て一躍知名度を上げた。コメンテーターなんかもやってたぜ。でその後はブリーチジャパンを小笠原に任せて政治の世界へ。2年前都知事になった時の得票数はまあまあ、でも今の支持率は 80% 超え。政治家としちゃ敵なし状態だな。まあそれより青木亮が実は荒川正人だって情報とかどっかに書いてないのか。パッと見る限り見当たらないわ。やっぱ他人の空似じゃない。いや、そう決めつけんのは、はい、むしろ都知事が荒川正人だとすりゃ筋が通ってくることもある。え、どういうこと。青木亮は都知事として2年前に一気に支持率を上げた。その理由は神室町産経作戦で東上会を壊滅させたからだ。ヤクザを町から一掃する作戦よね。ええ、そして作戦が終わった時、あそこのトップや幹部衆はほとんど失踪って形で町から消えてたらしい。失踪？まあ失踪というよりは現実は慌てて逃げ出したって感じだろう。作戦が実行されてた最中、警視庁じゃ誰をどの罪で捕まえてやろうかって秒読みの段階だったらしい。産経作戦としてかこつけりゃ東上会関係者全員暴対法だのなんだのでいくらでもしょっぴけたはずだからな。ってわけで東上会の幹部衆も捕まる前に高飛びしたってわけよ。なるほど、そこまで追い詰められてたのか。だがそこまで東上会を追い詰めたのは、産経作戦が優秀だったというよりも東上会組織の内部情報が警視庁にダダ漏れだったってことだ。でその情報を流していたのは荒川組組長荒川真澄だった可能性が高い。じゃあその組長が知事とグルだったってこと。春日の指摘通り、知事が荒川正人だとすりゃ荒川にとっちゃ実の息子ってことだろう。グルどころの話じゃねえ。春日、これで荒川が東上会を裏切った理由にも説明がついたな。荒川は東上会から知事になった息子に鞍替えしたんだ。おやっさんはそんな人じゃねえ。かもな。だが俺の推理は曲がりなりにも筋は通ってると思うぞ。荒川だって極道である前に人間であり父親だ。血のつながった息子のためなら自らの立場を顧みず肩入れするのもおかしくはない。若が都知事ならどうやって自分の素性を変えられたんだ。戸籍を買ったのかもな。戸籍を変えるの。架空の人間を作り出すことは難しいことじゃない。加工した写真を作り偽名をつけ、戸籍謄本だって偽造すりゃいい。ほんの少しの間ならそれでごまかし通せるだろう。でもちょっとでも深く調べられたらすぐにボロが出るもんだ。だよね、実際には全部嘘なんだもんね。そういうことだ。でも実際に存在する戸籍ごと奪っちまえば、その嘘も現実にすり替えることができる。多分本物の青木亮って引きこもりは実在したはずだ。
その戸籍を正人が金で買い取ったか奪ったかして成りすました。でも他人の戸籍を乗っ取るってそんな簡単にできるの？簡単とは言ってねえ。だが裏社会とパイプを持つ人間ならあとは金で解決できるだろ、春日。若には荒川組の力がある。金もある。確かにやれるかもな。でもなんでわざわざそんなことを？マサトはヤクザの息子って素性をよほど隠したかったんじゃないのか。本当の素性のままじゃ今の活動はできねえだろう。一番、そのマサトさんが死んだっていうのは誰から？中学の時の先輩から聞かされたんだ。ついこの間カムロ町で。荒川組がわざとデマを流したのかもな、マサトの成りすましを成立させるために。待った！その写真。何？どうしたの？若は生まれてすぐの事故で歩けなかった。けどこの都知事は車椅子じゃねえ。え？どうしてだろう。戸籍は変えてもそれはさすがに。青木亮はアメリカに留学してたんだったな。手術を受けたんじゃないのか？でも医者もサジを投げてたんだ。そりゃ日本での話だろう。アメリカなら日本じゃ未認可の手術やらを受けることもできるからな。あ？この偉そうな制服は？うん、警視総監だ。そいつが堀之内十郎だよ。足立さんの因縁の人ね。見た気がする。ん？それも俺がムショに入る前にだ。あれは確か。そうだ、若にお供していたキャバクラであったんだ。若が入れ込んでた女が裏では堀之内に惚れてた。それで若はメンツをがっつり潰されて。へえ。じゃあ知事と警視総監はかつての恋敵だったってわけか。こん時お互いどの面下げて顔を合わせてたんだろうな。でも一番が覚えてるくらいだからお互いに覚えてるんじゃない？何なんだろうね。なんか急にカムロ町が身近な感じになってきたな。頭がこんがらがってきたぜ。まあ、あんまり根詰めんな。今日はもう休もうや。俺はもうクタクタだぜ。そういえば、真淵が言ってたよね。明日、近江の兵隊が乗り込んでくるとか。でも何しに来るっていうの？考えたって答えは出ねえよ。だから休もうっつってんだ。それもそうだな。よし、帰って寝るか。いや、帰る必要はねえさ。え？マスター、前に頼んだ2階の部屋の件だけどよ。ああ、もう片付いてる。使って構わねえぞ。ありがとうよ。2階の部屋？実はこの店2階に空き部屋があってよ。物置になってたんだが、そこを俺らのアジトとして使わせてくれねえかって頼んでたんだ。お前のうちも風情があっていいんだが、さすがにこの人数で寝泊まりするには手狭だしな。ここなら人数が増えても多少は大丈夫だし、酒を飲んで眠くなってもすぐ寝れるな。いいアイデアだろ。そりゃ俺らはありがたいけどよ。いいのかい、マスター？もともと使ってない部屋だからな。別に構わねえよ。それに。それに？詳しくは知らねえが、おめえらこの町の連中のために戦ってくれてんだろ。
そんな勇者さんご一行にボロ部屋一つ貸せねえほど俺は落ちぶれちゃいねえよ。マスターありがとう。じゃあ遠慮なく使わせてもらうぜ。おうでもよ、さっきのセリフはちょっと臭すぎじゃねえか。うるせえ、お茶くるんならもう貸さねえぞ。なあ、ちょっと。ねえ、この辺でしょ？仮面の殺人鬼が出るとこ。ん？あ、あの看板！動画で見たのってあれじゃない？うわ、本当だ！やばいやばい！聖地来ちゃったよ！写真アップしたらあっちも見に行こう。本物いるかもよ。だね、行こう行こう。聖地だってよ。これが映画やドラマの聖地ってんなら儲けにもなるけど、殺人鬼じゃな。みっちゃんとこの店なんて逆にそのせいで予約キャンセルが出たらしいぜ。マジかよ、迷惑な噂だな。本当殺人鬼の聖地、そんな奴がこの辺に出るのか。あの店主に聞いたら何かわかるかもな。なあ、
なあ。わかった。大丈夫か？あんまり調子よくなさそうに見えるが。あ、おじさん。全然平気だよ。ならいいけどよ。あんま無茶すんじゃねえぞ。うん。マー君のためにももっと頑張らないといけないし。おい、めぐみ。めぐみ。大丈夫か？お父さん、お母さん、大丈夫だよ。それよりお金を集めないと。無理すんなって。ごめんね、ごめんね。今日はもう帰りましょう。今日はお母さんの言う通りにするんだ。うん。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。なんで俺のことを？めぐみから話は聞いてます。親切なチリチリ頭のお兄ちゃんがいるって。そうか。おかげさまでお金も集まるようになったみたいで、本当にありがとうございます。もっと早くお礼にお伺いしたかったのですが。気にすんな。それよりめぐみだ。弟のためとはいえ、いくらなんでも頑張りすぎじゃねえか。実は家内とお金の話をしていたのですが、それをめぐみにも聞かれていたようで。今日来たのも学校から連絡があったからなんです。最近めぐみが学校に来ないことが多いって。学校に行かず募金活動をしていたとは、親なのに気づいてやらなくて我ながら情けないです。あんたもあんま思い詰めんなよ。はい、ありがとうございます。ああ、もうそろそろ仕事に戻らないと。改めて今日はありがとうございました。それでは。めぐみがあんな状況だったとはな。なんとかしてやれることはねえのか。あの、春日一番さんですよね。え？ああ、確かにそうだが。あ、申し遅れました。私、遠野楓って言います。やっと会うことができた。楓ちゃんだっけ。悪いんだけど、俺ら前に会ったことあったっけか。ずいぶん前に一度だけ。私がカムロ町で不良たちに襲われそうになっているところを助けてもらったことがあって。カムロ町でそんなことあったかな。すまねえ、ちょっとよく思い出せなくて。いえ、いいんです。本当昔のことですから。あー、悔しいな。こんな可愛い子助けてたんなら忘れるわけねえんだ。私なんて全然可愛くないですよ。でもずっとお礼を言いたいと思っていたんです。あの時はちゃんと言えなかったから。随分と律儀な子だな。でも楓ちゃんもカムロ町にいたならすれ違うくらいはしてたかもな。うん、実は私ずっと病気でほとんど外に出られなくて、学校にも行けなかったんです。だからお会いできる機会は少なかったかも。本当はもっと早くに会ってお礼ができたらよかったんですが、時間だけが過ぎてしまって。そうしているうちに春日さんはカムロ町からいなくなってしまったので。ああ。でも私は決めたんです。春日さんとまた会える日は必ず来るから、ずっと待ってお礼を伝えようって。そうだったのか。病気ってのはもういいのか。
ええ、今は病気からも解放されてこうして外に出られるようになったんです。だからこれまでできなかったことをやりたいって思いまして、その第一が春日さんへのお礼です。そうか、この子いつ会えるとも知らねえ俺のことをずっと待っていてくれたのか。誰も俺のことなんて待ってくれてねえと思ってたのによ。ちょっと嬉しいじゃねえか。わかった、じゃあ今日は楓ちゃんの出所祝いってことで俺が好きなところに連れてってやるよ。本当ですか、嬉しい。でも私別に刑務所にいたわけじゃないですけどね。ああ、無所にいたのは俺の方だったな。今からすぐ遊びに連れて行っていただけるんです。もしやることがあるなら私待ってますけど。すまない、野暮用済ませたらすぐに来るからちょっと待っててもらえるか。わかりました、ここで待ってますね。あやみくんは先輩がいないと何もできないよね。第一、ガイドが道を間違えるってどういうこと。すみません、すみません。ん？何やってんだ。緊張しやすいんだかなんだか知らないけど、次お客さんを困らせたらクビだよ、クビ。次が最後のチャンスだからね。ツアーまでよく復習しておけよ。はあ、お父さんとお母さんが見てる前でクビになったらもう人生おしまいだよ。なあ、思い詰めてるみてえだけど大丈夫か。え、随分とでかい声で怒られてたからちょっと気になっちまったな。ああ、私が上司に叱られていたのを見ていたんですね。お恥ずかしい限りです。確かガイドとか言ってたな。はい、中華街観光っていうツアーガイドの会社です。私最近上京してガイドになったんですけど、上がり症でいつも失敗してしまうんです。他の新人の子はみんな緊張しないでうまくやれてるのに、私だけすっごく出来が悪くて。いつも先輩がサポートしてくれてたんですけど、今日は病気で来られなくて。一人でガイドしたらそれはもう大惨事でした。それでさっき怒鳴られてたんだな。はい、次失敗したらクビになるかもしれません。そいつは大変だな。大変なのはそれだけじゃありません。実は次の回に私の両親が参加するんです。私の晴れ姿が見たいって飛行機で飛んできて。親にカッコ悪いとこ見せたくねえし、そいつはプレッシャーだな。だから失敗はしたくないんですが、次の案内までもう時間がなくて、先輩のサポートなしじゃ絶対に失敗しちゃう。どうしよう。そいつは困ったな。どうにかなんねえもんかな。お兄さん、いきなりすみません。折り入って頼み事があります。なんだ。次の中華街ツアーの私のサポート役として参加していただけませんか。え、俺の中。無理は承知でお願いできないでしょうか。助けてくれる人が一人いるだけで心強いんです。助けるって言っても俺だって別に中華街に詳しいわけじゃねえし。私がツアーで回る場所をあらかじめ説明します。なので私が緊張で言葉に詰まった時だけ助け舟を出していただきたいんです。もうお兄さんしか頼れないんです。どうかお願いできないでしょうか。もちろんお礼もします。仕方ねえな、付き合ってやるよ。お兄さん、初めてお会いしたのに親切にしていただいて本当にありがとうございます。私石田あやみって言います。あやみか、よろしくな。俺は春日だ。
春日さんですね。よろしくお願いします。早速ですが、ツアーで回る場所の解説をしますね。写真を見せながらガイドを再現するので、何か疑問があったら聞いてください。おう、わかったぜ。ではよろしくお願いします。はじめにこちらの写真をご覧ください。これが中華街の入り口となる場所です。この立派な門は廃坊と呼ばれる中国の伝統的な建築様式の門なんですよ。廃坊か、初めて聞いたな。この廃坊には赤い竜が守護神として宿っていると言われています。門から中華街が平和であるよう見張っていてくれているんだそうです。赤い竜か、中華街のイメージにぴったりだな。中華街って赤のイメージがありますよね。では次は露店の並ぶ通りをご説明します。ここは中華街の中でも名店が軒を連ねる通りでございます。私たちがツアーで行くのは青い看板が目印の肉まん屋さんです。そのお店の名物はウルトラ爆盛りスーパー肉まんです。すごい名前だな。なんとその肉まんとっても大きくて、ぜひ春日さんも食べてみてください。それでは次に行きます。ついに最後のスポットです。こちらは中華街の食を司る神様と言われているサンラートンの像です。サンラートン、サンラータンの中に入っている豚だからサンラートンなんだそうです。豚はトンとも読みますから。へえ、なんていうかユニークだな。このとっても可愛いサンラートンには、なんとサンラートンの右耳を4回撫でて中華街を出ると。右耳を4回、覚えづらい。右耳だけちょっと塗装が剥げてるので、それが目印ですかね。よし、これで。なかなか難しいな。けどあやみはスラスラ俺に解説できてたじゃね。でも本番になると失敗したらどうしようって頭が真っ白になっちゃうんです。でも両親にはしっかりした姿を見せたいので頑張ります。私は準備がありますので、中華街通りの太陽門の前で待ってますね。わかった、じゃあまたな。ん？
て。ありがとうなのじゃ。なあ。タカさん、考え直してくださいよ。そうですよ。相手が悪すぎますって。順平には悪いけど、今回は…バカ野郎！てめえらそんなあっさり順平を見捨てられんのかよ！確かに今回の件は、ヤクザが乗った車に運悪く追突しちまった順平の責任だ。だがよ、俺たちはパープルカイザーの仲間だろ？捕まった仲間を助けに行くのは当たり前だろうが！でも相手はヤクザですよ！下手したら俺らまで殺されますって。ヤクザだから何だってんだ。このパープルカイザーの代表、ぶっ込みのタカはヤクザなんてビビらねえ。いざとなりゃ近江連合の名前でも出して脅せば なんとかなんだろう。そんな無茶ですよ。おい。ああ。
分かったよ。ああ、ああ、おう。ねえ、
なあ。すみませんでした。
ありがとうございます。いいや、ありがとうございます。本日のツアーはありがとうございました。不慣れでお見苦しい点も多々あったかと思います。失礼いたしました。いえいえ、中華街回れてめっちゃ楽しかったっす。ありがとうございました。絡んできた男めっちゃ怖かったのに、お姉さん全然ビビってなくてかっこよかった。か弱い乙女なんですごく怖かったんですよ。お姉さん面白い。あ、お姉さん最後に見た豚ってなんて言うんですっけ。サンラートンです。耳を撫でると美食と巡り合えると言われている中華街の新名物ですよ。そうそう、サンラートン、あいつ可愛かったからストラップとか欲しいなって思ってるんですよ。それでしたら中華街の入り口のお店に売ってるので、帰りにぜひ寄ってみてください。ありがとうございます。お姉さん今日一日でガイド上手くなりました。あ、確かに私緊張してない。よかったじゃねえか。皆さんありがとうございます。ではこれにて解散です。ありがとうございました。春日さん本当にありがとうございました。春日さん喧嘩お強いんですね。まあこれしか特技がねえからよ。つか、あやみもあんなでかいやつ相手によく頑張ったじゃねえか。最初はすごく怖かったんです。でもお客さんを守らなきゃと思ったらちゃんと立ち向かいました。明るくて頼りになってかっこよくて、お客さんの最高の思い出を作る、そんなガイドさんに憧れてここに来たんです。かっこいいじゃねえか。さっきのあやみはその通りのガイドさんだったぜ。ツアー客も最後は全員楽しんでたし、父ちゃんと母ちゃんも感心してたぞ。本当ですか？よかった。全部春日さんのおかげです。あやみが頑張ったからだろう。いい両親を持ててよかったな。今晩食事するのでたくさん親孝行してきます。あ、そうだ、春日さんこれ受け取ってください。では春日さんまた会いましょう。俺も帰るか。あの、すみません。ん？いきなり失礼します。私、あやみの母です。あやみの父です。この度はあやみを支えてくださってありがとうございました。いや、大したことはしてないっすよ。あやみはご両親が来るってことですげえ頑張ってました。あの子、おっちょこちょいなんですけど一生懸命で親孝行な子なんです。私たちに心配かけないようにしてるだけで、本当は仕事がうまくいってないんじゃないかとか、今日来るまではすごく不安で、でも今日のあやみの姿を見てすごく安心したんです。あやみがあんなにたくましくて人を笑顔にできる子だなんて今まで知りませんでした。お父さんなんて感動して泣いてましたよ。お母さん、余計なことを言うんじゃない。あいつはこれからもっといいガイドになりますよ。可愛い子には旅をさせよですね。春日さんみたいな素敵な方もいますし。あやみとはどういったご関係で。ちょっとお父さん。ああ、これは失礼。
春日君と言ったね。これを。春日さん、これからもあやみをお願いいたしますね。ふう、あやみはいい両親を持ったな。ツアーガイド頑張れよ、あやみ。なんだこれ、頭がみかんの人形なのか。なんかボタンがついてるな。どれ、押してみるか。よろしく、ミチ。おお、しゃべった。あ、そこにも落ちてたんですね、ミチオくんのフィギュア。すみません、なんだか驚かせちゃいましたね。ああ、まあ少し驚いたな。このみかんの怪人はあんたのか。これはみかんの怪人ではありません。これは小野みちおくんのフィギュアです。小野みちおくんってなんだそれ。小野みちおくんっていうのは広島小野道を象徴する漁師をモチーフにしたゆるキャラです。私はそのみちおくんをプロデュースしている広中と申します。へえ、つーか、この妙なマスコットのどの辺が小野道を象徴してんだ。ちょっと冗談はよしてくださいよ。見たまんまじゃないですか。瀬戸内を代表する名産、八朔をモチーフにしたチャーミングなお顔、おしゃれなアクセントになっている尾道の代表的な食べ物、尾道ラーメンの帽子、おいしい海産物がたくさん楽しめる町であることを伝えるお魚のポシェット、漁師の住む町であることを伝えるためのクールな長靴、そして尾道夫君の名字である ONO を大胆にプリントしたイケてる洋服。見ただけであの尾道が脳裏に浮かんでくるような完全無欠のご当地ゆるキャラだと思いませんか。あまり思わねえな。最近結構人気なんですよ。このフィギュアだってすぐに売り切れちゃうくらいなんです。この町に新しく出店する尾道お土産コーナーの目玉商品でしてね。これを土産屋で売るのか。見てください、このディティール、凝ってるでしょ。まあそう言われるとよくできてるな。このラーメンとかもちゃんと具が入ってるし。そういえばこれさっき喋ってたよな。ええ、ボタンを押すとボイスが鳴る仕組みなんです。こんな風に。おの、みちおだ。よろしく、みち。おう、の。ね、すごいでしょ。ボビーにつけるみち、キュートなんですよね。ああ、なんつうか、さっきも思ったが、案外渋い声なんだな。ただ正規品はちゃんと喋ってくれるんですがね。外国で作られた偽物はそうじゃないんです。偽物？はい、例えばこれです。ああ、確かにそっちのと比べるとこいつはなんか違うな。人気が出るのは嬉しいんですけどね。そうなると必ずと言っていいほど偽物のグッズが作られて安く売られるんですよ。質の悪いものが多いし、こんなのが道夫君を語るなんて困ったものです。ん？偽物にもボタンはあるじゃねえか。どれどれ。あ、待ってください、そのボタンを押したらダメです。そう言われると押してみたくなるな。まあちょっとくらいなら大丈夫だろう。
え？大丈夫ですか？だからダメですって言ったのに。うん、頭もこんなにチリチリになって。それは元からだ。つうか、これは一体どういうことなんだよ。実は、なるほど、偽物のフィギュアは質の悪いバッテリーが入ってるから爆発しやすいのか。ええ、偽物ってだけでもアウトなのに爆発までされたんじゃたまりませんからね。売られているのを見つけ次第回収して回っているんですよ。ですがその偽物が入っている箱を移動させようとして持ってみたら結構重くて転んじゃいましてね。あろうことか正規品と偽物が混ざってこの辺りに散らばってしまったんですよ。偽物にうかつに触れると爆発してしまいますし、どうしたものかと。まるで地雷原だな。最近は老眼で細かいものが見えにくくなってきて、正規非正規の区別がしにくくて、うん、困ったな。これからお店に正規品を届けないといけないのに、誰かに手伝いを頼もうにもまだ老眼が進行していなくて、仮に爆発しても違和感のない髪型をしている人なんて今から探しても見つかるわけ。ん？ん？回収頑張れよ。じゃあ俺はこれで。ちょっと待った。なんだよ、俺は爆発なんて嫌だぞ。まあまあそう言わずに、ちょっと仕分けのお手伝いをお願いできませんか。チリチリ頭で爆発に耐えられそうな肉体を持っていて暇そうな人なんてもうあなたくらいしかいません。お前、一応自分が頼んでる側の人間だってこと自覚した方がいいぜ。お願いしますよ。尾道お土産コーナーの超目玉商品なんです。このフィギュアは尾道の人たちが一つ一つ手作業で色を塗って組み立てている思いの詰まった一品なんです。これ手作業なのか。ええ、地元のおばあちゃんたちが尾道の魅力を伝えられるならばと頑張って内職してくれているんです。仕上げの艶出しなんか子供たちも協力してくれていましてね。私はそんな町の人たちの魂がこもっている道夫くんフィギュアを多くの人に届けたいんです。なんとか道夫くん回収作業にご協力いただけませんか。ああ、そうだな、仕方ねえな、手伝ってやるよ。本当ですか、ありがとうございます。そういえばまだお名前を伺ってませんでしたね。俺は春日だ、春日一番。それでは春日さん、よろしくお願いいたしますね。では早速こちらへ。の、おう。分かった。はい。ございました。素晴らしい回収っぷりでしたよ。そうか。
まあ力になれてよかったぜ。だがその辺に転がってる偽物はどうすんだ。さすがに危ねえだろ。ああそれなら大丈夫です。後でスタッフに回収してもらうので。全部偽物なので見極める必要もないですし。そうか、それならいいんだ。それにしても真剣に道夫君を見つめるあなたの眼差し、私ちょっと感動しちゃいました。もうあなたはただの春日さんではありません。道夫鑑定士春日一番さんです。いや、そんな称号はいらん。まあそう言わずに。こんなスキル持ってる人なかなかいませんよ。それにしても結構あるもんなんだな、パチモンってよ。キャラクターものは少しでも人気が出るとすぐ偽物が出回ってしまうんです。偽物の中にはプロでも判別できないほどに精巧に作られるものもあったりで。へえ。とはいえ所詮偽物は偽物、絶対に出回らせるわけにはいきません。愛情込めて道夫君グッズを作ってくれている人たちやファンの人に申し訳ないですからね。確かに安い偽物を買ったところで尾道の応援にも道夫君の応援にもならねえわな。それにこれは道夫君だけの話じゃない。世の中偽物ばっかりになってしまったら、それまで丁寧に作られていたものはいずれ必ず衰退してなくなってしまいます。真面目に作っている人たちや支えてくれているファンが悲しい思いをするようなことにだけは絶対にしたくないんです。ああ、確かにそうだな。そんなわけでこれからも私はプロデューサーとして断固偽物と戦っていきますよ。ふんふん。俺も力になれることがあれば協力するぜ。ありがとうございます。いつか偽物を作ってる連中を滅ぼしてやりたいと思っているんですが、なかなか尻尾を出さなくて。まあ気持ちはわかるが、あまり無茶しないようにな。そうだ、今日のお礼にこの道夫君フィギュアを差し上げます。お、いいのか。ええ、大事にしてあげてくださいね。なんだあのボロい道夫君の頭は。あれもパチモンか。ああ、あれはパチモンじゃないですよ。むしろ道夫君の原点です。原点。何年か前に尾道であの道夫君着ぐるみに入ってくれた人がいたんです。そこから道夫君はどんどん人気が出ましてね。あの人の正義感や誠実さが道夫君に命を吹き込んでくれたと私は思っています。いつかまたあの人が道夫君になってくれる日が来た時のためにこれだけは大事に取ってあるんですよ。同じタイプの着ぐるみは他にも何体かあるんですが、あのオリジナルは特別です。へえ、このキャラになりきって人気を出した。その中の人ってのも結構面白そうなやつだな。そうですね、本当にユニークな人でした。いやでも今日はとにかく助かりましたよ。それでは私はこれから急いでこのフィギュアをお店に届けてきます。春日さん、またよろしくお願いいたしますね。おう、またな。ゆるキャラか。こういうキャラを守っていくってな、思っていたよりゆるくねえんだな。ん？また？お、早速道夫君フィギュア売ってるな。人だかりもできてるし、仕分けた甲斐があったぜ。よく見たらあいつ尾の道夫じゃねえ、パチモンじゃねえか。見て見て、これ可愛くない？今クラスで流行ってるんで。あれ、道夫君の頭についてるのって尾道ラーメンだったような。これうどんだよね。うどんもラーメンも大して変わらん。みっちー、さあさあ早く買え。みっち
とりあえずプロデューサーの弘中に連絡しておくか。はい、弘中です。おう、俺だ、春日だ。おう、日曜鑑定士の春日さん。この間はありがとうございました。どうされました？実は今、偽みちおグッズを路上で売ってるやつを見つけたんだ。なんですって？本当ですか？ああ、場所は中華街の太陽門近くだ。みちおのパチモン着ぐるみを着て商売してやがる。パチモンの着ぐるみ。わかりました。私も準備してすぐに向かいます。準備、まあいいか。とりあえず弘中が来るまであのパチモン野郎を見張っておこう。ねえねえ、その頭の果物ってみかんなの？あ、ああ、まあそんなもんだみっち。が安いよミッチー。あいつ、ミチオの名を語ってひでえ真似しやがって。もう黙っちゃいられねえ、あのパチモン野郎。待ってください春日さん。おう、弘中か。あいつさっきファンの子供。どう、あんた弘中だよな？今の私は弘中であり、弘中ではありません。偽みちおに対する怒りの波動に目覚めた小野みちおです。みちおくんの偽フィギュアを売るだけでは飽き足らず、みちおくんを語って子供を泣かせるなんて絶対に許せません。プロデューサーであるこの私が直々に真の小野みちおとなって、あのパチモン野郎を成敗してきます。おい、微妙によろけている気がするが、サイズとか大丈夫か？そのくらい日曜くんへの愛で何とでも補います。では、日曜くん。すみません、このフィギュア一つください。ありがとうみっち、2000円になりますみっち。お嬢さん、そんなやつから偽物のフィギュアなんて買ったらダメだみっち。みちおくんが2人？そいつは小野みちおじゃない、真っ赤な偽物だみっち。あん、誰だってめ。誰だと聞かれたら名乗ってやる道。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、イカしたナウイ ONO トレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、尾の道夫だ。アコギな商売はやめて、この町から出て行け道。ああ、あ、何言ってんだお前、本物の尾道がこんなとこ来るわけねえだろ。え、商売の邪魔しやがって。おい、お前ら、このふざけた野郎を叩き出せ。おいおい、大丈夫なのかあれ。え、あの、
ちょっと待つ、ミチ。やるならディベートで勝負しませんか。私、尾道の大会で4位になったこともありまして。んなことするわけねえだろ。とっとと消え失せろ、クソ着ぐるみが。ちょっと待って、ね、痛い。やめてオーノー。広田か。おい、大丈夫か。しっかりしろ。広中、こんなになってまで道を守ろうとして。スーツだってブカブカでろくに動けなかっただろうに。連中に向かっていくあんたの姿、めちゃくちゃかっこよかったぜ。あとは俺に任せな。あんたや尾道の人たちの思い、俺が守ってやるからよ。なんだお前、懲りずにまた殴られに来たのか。いや、てめえらの商売を終わらせに来た。ああ、偽物グッズで荒稼ぎ、ファンの子供は泣かせる。道夫のことは何も知らねえ。そんなゴミみてえな振る舞いをいつまでも続けさせるわけにはいかねえ。ついさっきボコられたくせによく言うぜ。せっかく楽して儲かる稼ぎを見つけたんだ。まだまだ儲けさせてもらうぜ。ゆるキャラごときが正義感かざして俺らに盾ついたこと後悔させてやるよ。話してもわからねえ。確かに俺はゆるキャラだが、八門見逃せるほどゆるかねえんだよ。ぬかってろ。おいお前ら、あいつぶち殺すぞ。邪魔すんじゃねえよ。勝てると思ってんのか。強くなった気がするぜ。強くなったか。よっしゃー。なんだよ、クソ強いじゃねえか。所詮お前はまがいものだ。作り手の熱意や思い、情熱が宿ってるから本物であって強さを持ってるんだ。愛情のかけらもないお前らが何度挑んできたって一生俺には勝てねえよ。おい、他にもパチモン作ってるやつがいたら今すぐやめさせろ。これ以上作り続けるなら尾道夫が潰しに行くと伝えておけ。はい、すみませんでした。そうだ、広中は、広中、大丈夫か。私は大丈夫です。それよりもあちらの皆さんのことをお願いします、道夫君。皆さん、いや、その道夫は腕っぷしには自信があってだな。すごい、道夫くんが偽物をやっつけた。え、かっこいい。そういえば聞いたことある。道夫くんは地元のチンピラグループを滅ぼしたことがあるって。さすが本物は強いな。最初にやられたのは油断させる作戦だったのか。道夫くん、さっきは来てくれてありがとう。僕本当に嬉しかった。そうか。それでね、あの決めポーズもう一回やってくれないかな。あ、私も見たい。さっきちゃんと見られなかったし。私も。仕方ねえな。それじゃあ行くぞ。よく見てろよ。チャーミングな八作フェイス、おしゃれな尾道ラーメン帽子、キュートな魚のポシェット、漁師の心意気、クールな長靴、生かしたナウイウオノトレーナー。そう、俺こそが尾道の象徴、
小野道夫だ。いいぞ道夫くん。最高。いや本当にありがとうございました。あのパチモン野郎を蹴散らしてくれてスカッとしました。町の人もちゃんと公式ショップから買ってくれるって言ってくれるようになりましたし、これは心からのお礼です。そうか、それはよかった。さっき殴られたところはもういいのか。ええ、大丈夫ですよ。あれくらいでへこたれてなんかいられません。それにあのパチモン男が最後の一体だとは思いません。このままの話にしていたらあのパチモンの同類がまたどこかで作られるでしょう。ですから私はこれからもそんな連中と戦っていきます。みちお君への思いは何よりも強い武器ですからね。そうだな。ところで俺はいつまでこれを着てりゃいいんだ。いい加減暑いし脱ぎたいんだな。もうちょっとだけお願いします。あ、着きました。ここは土産屋じゃねえか。なんかあんのか。実はこのお店に尾道の商品を置かせていただいているんですよ。せっかくなのでブログに載せる道夫くんの写真をここで撮らせていただければと思いまして。そういうことか。ったくちゃっかりしてんな。わかったよ。じゃあすみませんがよろしくお願いします。ありがとうございました。では私は早速ブログを更新してきますんで、春日さんまたお会いしましょう。なあ、頑張れよ。やれやれ、一件落着ってところだ。あれ、この着ぐるみどうしたらいいんだ。あ、みちおくんだ。遊ぼう。抱っこして。おおノー。持ち出してんのかよ。小笠原はどうだ。いねえか。わかんない、人が多すぎ。つうかここに小笠原がいたとこでどうしようもねえだろ。おい、そこのボジャータム。やべえ、さっき組めといた野郎か。こいつらネズミやで、捕まえれ。おい、聞こえんのか。とりあえずここは逃げた方がよくない。同感だ。逃がすかい。ここで死ぬんや。踊れろ。両手を。元気満々やで。見せてやる。
よ。やってみろ、行くぜ。こっち来いよな。これは、コリア。してみろ、コリア。きれいさっぱり。どうだ、私の番です。100万年元通りじゃ。またいい女になっちゃ。死ぬ気で何おもろいことやっとるんや、アホンだら。やろう、いきなり鉄球振り回してくっかよ。死んだと思った。カズガ、あいつは近江の頭補佐だ。頭補佐？石尾田レイジって名前だ。見覚えねえか。いや、どうかな。あのランクの人間ならカムロ町の幹部会にも必ずいるはずだぜ。つまりお前が撃たれた現場にも。うん、なんや、見覚えあるの、そこのもじゃもじゃ頭。はあ、思い出したわ。我、カムロ町で大砲に撃たれとったやつやな。はだったらなんだ。それがどないしてここにおるんや。聞きてえか。涙もんの苦労話だぜ。ハンカチ用意しとけ。はあ、そんなええ話なんか。あ、話し合ってくれんのか。アホか、あの世で勝手に抜かしとれ。よっしゃ、もう一丁行くで。くそ、来るよ一番。ガーンと言ったのか。みんな、あんな鉄球でやられたらひとたまりもねえ。鉄球の動きだけに集中するんだ。だけど他の連中から襲われたりしない？大丈夫だ、さっき見てただろう。あの野郎は身内も吹っ飛ばしやがった。あの様子じゃ怖くて俺たちにも近づけねえさ。鉄球集中。さあこいつに決めた。はあ、デリバリーよろしく。行きます。チョコまかしよってボケが。ちくしょう、まだ動くのか。どないしたポンコツ、もっと決まって動かんかい。ぺしゃんこやな、ご愁傷さん。せやけど女はちともったいないことしたの。
待機やったのに。なんや、動くへんやないか。お前がタイプだとよ、変なのばっかに好かれるよな。うるさい。でもマジでへこむわ。おい、どないなったんや。やつらは潰されたんか。はよ確認せえや。いらっしゃい。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃなくて。は？いくらでも戦えるわ。絶好調だ。
ええ、おい、わかった。あんたがそうしろというのなら我々は従う。ああ、この状況で残された選択肢はもう多くはないだろう。ソンヒ、荻窪豊は何と？手を貸してもらえるか、春日。近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし、偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断。半順儀、お前が火付けの指揮を取る。ソンヒ、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。いや、気配を猛烈に高じょわ。しがろった、サドラ。荻窪を救うために全部灰にしちまうのか。自分たちを捨て駒にして。快適とまではいかないが、荻窪だけが我々の居場所を真剣に案じ、そして実際にそれを作ってくれた。だから荻窪には感謝の念しかない。我々は彼の捨て駒になるためではなく、彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだ。それって平たく言いや放火だぞ。俺たちにもそれを手伝いって？いや、お前たちには近江の兵隊をここで食い止めてほしい。追い返せとまでは言わん。ただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだ。でもよ。頼む、力を貸してくれ。ソンヒ、頭をお上げください。しょうがないわね、頭上げてよ。え、私正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ。この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない、本物だよ。わかるでしょ。そうだよな。すまねえ、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。かたじけない礼を言う。じゃあやるよ。サエコさん、ん？ありがとう。
おい。邪魔するんじゃない。ここで仮装にしたるわ。せっかくここまでいらしたんだ、もう少しおもてなしをさせてください。小笠原さん、これで全部闇に葬られたわけだ。偉人帳の偽札も、俺の弟のことも、うん、最後の最後でお前らに裏切られた。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺らお前を救いたくて。うるせえ。ナンバ、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。え？あいつはたった一人で偉人帳の偽札の核心にまで迫ってきた。だがその情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさえ。じゃあ今は我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだな。はい、元気にしておられます。本当か？マジか。なんで教えてくんなかったんだって。そりゃ無理か。当初から南波さんは我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来、偉人さんからは追われるにお教えするわけには参りませんでした。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何より難波、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おい難波。でもこの目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早くここを出ようぜ。死んじまったらそれこそ水の泡だ。早く早く。
この場所を何だと思ってるんだ。あまり長居するつもりはありません。ただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで。だからってここを選ぶこともないだろうに。すんません。まさかこいつをここで拷問する気なのか。そんなことは許さんぞ。でもこいつはブリーチジャパンの代表で偉人町に近江連合を引き込んできたんです。こいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよ。ん？そうなのか。だとしたらこのままおとなしく解放してやろうって気も失せるでしょう。確かにそうだな。ただし今夜だけだ。ええ、ありがとうございます。あんたにはいろいろと聞きたいことがあんだ、小笠原さんよ。朝まで時間はたっぷりある。